魔法の知識やアドバイスをデコ、あなたに優しく教えますよ。デコデコのスマホ相談室、いつもお待ちしてます。もしもし、皆さんこんばんは。元バーチャル携帯ショップ店員のガラスマテコです。テコのスマホ相談室にお越しいただきありがとうございます。早速ですが、いただいたマシュマロを読みます。グロテコ、お願いします。はいはーい。テコさん、はじめまして。2年後返却のメリットは理解できましたが、やはり返却なしで購入したいです。返却の必要がない、おすすめの投げ売りスマホを紹介してください。なるほどなるほど。返却がない方が気が楽ってのはわかるわ。ということで今回は、テコが選ぶ、返却なし、おすすめの投げ売りスマホをご紹介します。このチャンネルではスマホやタブレットの最新情報や格安 SIM やお得情報を幅広くお届けしています。年度末までにチャンネル登録2万名様を目指して奮闘中。ぜひチャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。1機種目は28分ワンダフルチャージ、オッポリノテンプロ 5G。 グロッシーパープルとシルバーグレーの2色展開、デザインもテコ的にかなり好きです。ソックはスナップドラゴン 778G5G、 RAM 8GB、 ROM 256GB、 アンツツベンチマークバージョン10のスコアは約57万、ミドルレンジモデルのスマホです。綺麗な大画面に滑らかな動作、防水等級は低めで防滴程度なのですが、お財布携帯対応、付属の充電器を使えば29分でフルチャージが可能。メインカメラは5030万画素、1.56 分の1センサーと光学手ブレ補正搭載、2倍望遠と超広角の三眼構成。ソフトバンクの定価は8万640円ですが、家電量販店では最安、回線契約なしの端末のみ購入で一括2万2001円、 MNP や22歳以下の新規契約で一括1円、店舗によっては1480円だったりするけど、このスペックのスマホがこんなに安くなるのはすごいよね。次は、手の中に感動を、ソニーエクスペリア5マーク4。ソフトバンクモデルはエクリュホワイトとブラックの2色展開。ソックはスナップドラゴン 8Gen1。RAM 8GB、ROM 128GB。アンツツベンチマーク、バージョン10のスコアは約100万。ハイエンドモデルなのですが、重めの負荷をかけると発熱しやすい特徴があります。縦長で持ちやすいコンパクトサイズで、滑らかで綺麗なディスプレイ。お財布携帯、IP68、防水防塵、マイクロ SD にイヤホンジャック、ワイヤレス充電、機能面はかなり優秀です。側面ではなく、ディスプレイ側にステレオスピーカーがあるので、迫力のある音が楽しめて、人気の Bluetooth コーデックに対応しているので、音楽を楽しみたい方におすすめです。ソフトバンクモデルの定価は11万5200円。端末のみの価格は一括31,800円。MNP、22歳以下の新規契約で一括9,800円。結構酷評されてるスマホだけど、白テコはかなりお気に入りみたい。発熱とかの問題もあるけど、ゲームとか重い負荷をかけない使い方ならありかもね。よかったらこっちのレビュー動画も見てね。最後は、Xiaomi 13T。カラーはアルパインブルー、メドウグリーン、ブラックの3色展開。見た目はこの間レビューした 13T Pro と同じだ。ソックはメディアテック、ディメンシティ8200ウルトラ、RAM 8GB、ROM 256GB、アンツツベンチマーク、バージョン10のスコアは約90万。13T Pro と共通する項目が多く、大画面で明るく綺麗で滑らかなディスプレイ。機能面もバッチリです。67W 急速充電に対応。カメラ構成もプロモデルと同じ、ソニーの 1.28 分の1の大型センサーと光学手ブレ補正搭載、超広角と望遠の三眼構成。 UQ モバイルの定価は74,800円ですが、端末のみ購入で総額31,840円。 MNP や22歳以下の新規契約なら総額9,840円となります。契約時は分割購入が条件となりますが、契約後一括生産も可能です。さらに今なら購入しキャンペーンサイトから応募で漏れなく現金8000円キャッシュバック。そうすると端末のみ購入でも実質23,840円、 MNP なら実質1840円。
このスペックのスマホが返却なしで1840円。帰省前だからってすごいことするね。キャンペーンの店舗とかだと自宅セット割とか複数台購入で還元増額とかも増えてきそう。このチャンネルでも何度かお伝えしていますが、スマホの値引きに関する法改正が2023年12月27日に施行されます。税抜き表記で8万円以上の端末は最大4万円まで、4万円から8万円までの端末は最大半額まで、4万円以下の端末は最大2万円までの値引きと決められています。回線契約の有無に関わらず割引の上限が設定された形です。例えば先ほどご紹介した Xiaomi 13T は MNP で9840円でしたが、法改正後定価が今のままなら最安で 37,400 円となります。これなら帰省前に買った方がお得だよね。返却とかはどうなるんだろう。返却プログラムを利用した高額なスマホの実質24円などは厳しくなるのではないかなと思います。中古端末の買取相場を著しく超える残債の免除は利益提供にあたると総務省の資料にもありました。 iPhone は中古買取の相場が落ちにくいのですが、Android スマホは買取額が落ちやすい傾向にあります。一例としてソフトバンクの Xiaomi 13T Pro を見てみると、定価が 114,480 円、2年間の負担額が 22,008 円で、免除予定の残価額は 91,472 円。クロテコはこの残価額は2年後このスマホの中古買取の相場として適正だと思いますか？かなり無理があると思う。ソフトバンクの残価設定が 91,472 円、仮に買取相場が4万円だとすると、その差額は 51,472 円となり、これは著しく中古相場を超えているので利益提供として扱われます。利益提供額が4万円を超えてるから法律違反になっちゃうってことね。その通りです。あくまでも仮の話なので、実際にどうなるかは27日以降にならないとわかりませんが、リセールバリューの低い Android スマホを2年間のレンタルとはいえ、低価格で利用できるのも最後になるかもしれません。気になるスマホがある方は今のうちにゲットしておいた方が良いとテコは思います。最後にもう一つお得情報。ドコモオンラインショップでは、Galaxy Z Flip 4がセール中です。MNP なら支払い総額 85,800 円、2年後返却なら実質 18,480 円。家電量販店では実質23円になっていましたが、最近全く見かけなかったので、探していた方は参考にしてみてくださいね。テコも今年最後にポチっちゃおうかな。そい、このチャンネルではリスナーさんからのリクエストにお答えしたり、格安 SIM やスマホのお得情報なども発信しています。ご質問やご相談は動画か X のコメント欄、もしくはマシュマロにお願いします。チャンネル登録、グッドボタン、X のフォローもお待ちしています。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。ではでは、明日も一緒に、頑張ってこう。またね、バイバーイ。